あ、ヤニだと思いましたか？違うんです。本日はですね、私が人生で2度経験したことがある露出狂と出くわしたお話をしたいなと思います。どうも、葉山純奈でございます。はい、ということでね、こちらヤニではなくてマックのリップライナーでございます。エレーナ先生からのおすすめを受けて購入してみました。今日引いてみました。上出来かどうかは謎に満ちていますが、ここから上達していくことを願いますという何の報告でしょうか。今日はですね、私がその露出狂に出くわしたことがあるっていうね話をするんでございますが、実体験ですね。私の場合はですね、幼少期ちゃうな、あれなんていうんや、小学期、小学生の頃と私がおそらく16歳くらいの頃の話なんですけど、まずその小学生の時は私一人単体で出くわしたんじゃなくて、私と私のお友達とそのお友達のお母さんと一緒に歩いてたんですよ、団地の中を。あ、そうですね、私がアトリエ教室に通っていて、それが団地の中のなんかこう貸しスペースみたいなところでやってたアトリエ教室だったんですけど、そこの帰りにお友達とかと歩いてて、ほんならね、まあもうもろ出しな感じでラな男がいたわけですよ。そのラな男を見て、私たち子供2人いるわけじゃないで、えみたいな、もうガキだからキャーとかも出なくて、なんかえみたいな、何こいつキモみたいな感じで思っとったら、母ちゃんが強かったんですよ、お友達のね、おっかさん。その母ちゃんがそのラの男の方に向かってって、そしたら急に手を叩き出したんですよ。で、おーおー、立派なもんついとんなって喋りかけたんですよ、急にそしたらなんか露出狂からしたら、え、ありえない状況が起きてるわけですよ。だいたいあれを見てキャーっていう反応を求めているのに、手を叩きながら立派なもんついとんな言われたら、なんて返せばいい。その友達のおっかさんが露出狂に向かってってそれを言い放ったところが強烈すぎて、その後ろ若干記憶薄れてるんだけど、あの覚えてるところで言うと、もう露出狂の方から去っていったんだよね、うちらの周りから。で、あのお母さんがその後ね、もしこういう変な人に出くわしたら私みたいに突っかかってっちゃダメよ、でももし逃げられないような状況がいて、ラな男だったら、スポンポンだったら、そのように言ってやりなさいって言われて、あ、曲にいたしますみたいな感じで、あの経験したのが一発目なんですが、まあ、そこはだから言うて、なんだろうか、こういろんなマンがいるじゃない、いろんなマン、いろんなマンについて考えたことありますか？アンパンマンとかスーパーマンとかドギーマンとか、ドギーマン、ドギーマン違うと思うんですけど、いろんなさ、こうスパイダーマンとかいろんなのがいるんだけど、まあ架空だからって話だよね。で、あのその日のマンは、友達のおっかさんマンだったわけじゃんか。で、おっかさんマンの後、私はそのね、何年後か私がマンになるべく露出狂と出会うことになったんです。私が16歳くらいの時、私のことどれくらいみんな知ってるか分かんないんだけど、私電車乗れねえんだけど、唯一乗れる電車が2つだけあるんです。新幹線の東海道線、これ東京から大阪までのことを指すと思うんだけど、違うね、広島とかも行くね、福岡とかも行くのかな、行くね、あのそっちまであって、終わりが終電が東京みたいな、あれだけは、あの東京方面なんかそっち方面なんか東と西なんかっていう話やから、まあ私乗れるんよ、それは理解してるし。で、一番早いのがのぞみだっていうのも分かってて、なんで私が電車に乗れないかっていうと、単純にマジ漢字読めねえのと、あのシステムに理解ができない、快速なんなんので、止まらない、飛ばすとかぶっ飛ばすとかあると思うんだけど、シンプルにしてくんないかな、もう一回、あのこだま、ひかりみたいな、のぞみみたいな感じで、電車の名前ごと違って3択くらいにしといてくれたら分かんねん。私東京来てマジびっくりしたんだけどさ、品川に行こうとしてて、品川行きって書いてあったから乗ったんだ。したらね、こんな経験ある？私が乗ってた車両は3車両目くらいだったと思うんだけど、突然どっかの駅で電車が分裂したのよ。で、先頭の方がどっか行って、こちらも品川行きって書いてあった1本の電車だったはずなのに、全然違うとこ行かれたの。え、なんすかって、喧嘩売ってるんすかと、今から仕事なんですよ。なって、結局、遅刻するというね。私、だから電車怖くて乗れないんですよ。あの、逆に遅刻するんで。もう一つ、唯一乗れる電車。
そうです、私京都に住んでたんですけど、阪急電車っていうものがあります。その阪急電車はね、京都は河原町から、後ろが梅田まで、なんかどっかで乗り換えたりとかしたら違うとこも行けるのかもしれないけど、基本これここの区間を移動するだけだから、これも言うたら西行くか東行くかの話なんですよ。なんでこれは乗りやすくて、で私ネイルの専門学校行ってて、ネイルの専門学校がさ飛び消えたっていうのは言ったよね。だからその飛び消えた学校に通うために私その電車乗っかってたの。私がその当時住んでたところの最寄り駅が西京極駅って言って、京都の方たちは分かると思うんですけど、西京極っていうマイナーな駅があるんですよ。その西京極駅っていうのが上の方をちょっと電車が通ってるんで、下にちょっとこうなんていうの、あれは高架下っていうか、車が通れるところと人間が通るところ、ちっこいトンネルみたいになってるんですよ。3段降りて歩いてって3段上がるみたいな、本当にちょっとしたトンネルね、電車を避けるためので線路がないというか、なんかそういう作りになってるんですが、で私もいつも通りその電車を使って行こうと思ってテケテケするやんか。そしたら前歩いてた何人か組の女の子、女子高生みたいなのがトンネル抜ける間際くらいでキャー言ったんですよ。何事と思って、私その後ろ歩いてたんやけど、サンダー降りてテッ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 奥の方まで行くやん。そしたら足が見えたの、男ので、トンネルを抜けると何やったっけ、ガードレール、なんか歩道にあるさ、腰丈くらいのさ、ようみんなこうやってまたがん、こういう またぐやつ、あれんところにトンネル方向に向かってど真正面に小さいおっさんおったんですよ。でズボンも履いてるで、何かな思って出ていくやん。そしたら三段の階段を上ろうかに差し掛かったところで、この大事なこの部分、この部分だけ上の服も着てるし、下のズボンも履いてるけどファスナーは開いてて、その部分だけがもう出とる状態なんですわ、生身なんですよ。んでね、こねくり回しとんの、パン作るかのごとく。でこれや、女の子たちがキャー言うたんと思って、私はもうその頃、まあいろんなね、まあ16歳とはいえ16歳なりのいろんな経験を積んで、今日は私がマンにならなきゃいけない日だと思って、早ママを突入したんですね。でそのおっさんの方向に、電車はその左に曲がってたらすぐ駅があるんだけど、電車の前にまずおっさんに突入して、何やってんのおっさんこらみたいな説教始めたんです。早しまえみたいな、ここ若い子いっぱいおるさかいに、お前おらへんくなるまで私ここどかへんし、警察今から電話すんぞみたいな、もう110押してガラケーですからこうやって見せてね、かけんぞみたいな、早どけみたいなのもやってたんですよ。ほんならね、なやっぱ露出狂って喋りかけられるという概念がないみたいで、パンをこねくり回してたほどのスピードだった、ゆっくりだったこの手元が、信じられない扇風機レベルのね、それちょっと言い過ぎたと思うんだけど、手が何重にも見えるとかないねんけど、スピードアップしたんですよ、こねくり回してが。だからね、口では何にも言うてこうへんけど、動揺が手で隠しきれてなくて、そんなこねくり回していたないと思いながらも、まあもう、はよどかんかいみたいなのをずっとやってて、で、まあ、結局無言だったんだけど、なんかもうフリーズで手だけ動いちゃってるみたいな。でも私もネイルの学校があるもんで、もう本当にピポパパ電話して、ちょっとどこどこに露出狂おるんですけど、みたいな、来てもらいますみたいな言ったら、ようやくちょっとこう、しまい出すんかなっていう素振りを見せるんだけど、どかないの。だってさ、しまっちゃえば証拠がないじゃん。で私もね、その時ってこれムービーを撮るって習慣があんまりないんですよ。本当の私が16歳の時の話やからね、私が16歳の時のガラケーなんてムービー撮れたっけ、あ、撮れたの、撮れたけど何やろうかが質問わかるでしょ。でなんかその証拠を撮ってなくて、私だからその警察が来るまで引き渡すまでいついたろうみたいな感じやって、で警察の方たちかなんか来て、大人の人たちも寄ってきたのかな。で私もその後は解決するなっていうのを見てから学校行ったんですけど、というこねくり回し型は、ワンポジだけ出してたバージョンで、本当に小学生の時にあったのは、裸体、裸体だった。だからそれがこうなんつんだろうな、今日ちょっとこの服のコンセプトとしてはこうバッといきそうな、こう犯人の方をちょっと演じたサムネイルとかをやってるんですけど、私は決して露出狂ではございません。適度な露出狂ってあだ名ついてるんですけど、それはファッションセンスの問題ね。どうでもいいですね。だからなんか私これ、
あの、喋ってなかったんですよ。生配信とかでよう喋ってるんですけど、YouTube で動画として実体験で出してなかったので、あの、今回ちょっと語らせていただきました。あの、前回のね、悲惨なデートの話、あれから続いて、なんかこうみんなが生配信とかでこれ言うてへんよ、ジュナちゃんみたいな感じで言うてくれたんで、思い出してこれまとめたんですけど、あの、両者見てくれてる人に、あの、ここのコメント欄にぜひとも、なんかジュナちゃんこれ話してないよとか、これずっぽ抜けてるよみたいなのがあったら、マジでコメントしてくれると嬉しいです。ということで最近ね、締めんのめんどくさくなってきてね、マジで秒で終わらせることにしてるんだ。で、あ、私のことが好きって思った人は、プチョヘンザーしたまんまそのままフォローボタン押しといて、フォロー、チャンネル登録か。まあ、いろんな SNS がこんがらがって、30も半ばになってくると、こういう思考回路になってくるんですね。というわけで皆様、Have a nice day、Have a nice night、 ちょっとよくわかんないですけど、どっちで見てるかね。はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。すっげーざっくりと、じゃあね、またね。I don't